牝馬族に会いに行く。人生は絶対に変えられる。ルイフズハッピーライフチャンネルだよ。さあ今から牝馬ビレッジ牝馬族に会いに 4,5 時間かけて行ってみたいと思います。楽しみ。ナイス。For sleeping? Yes. Oh. Cute. So cute. Sick. You. What are you doing?皆さん、商売タイム始まりました。商売タイムが一斉に商売タイムが始まりました。
Too big. Cannot. Yeah. Too big. Yes, too big. Yes. I want a bigger one. Yeah. No, smaller one. Yeah, small. Yeah, it's small. Yeah, small. This is just that's bit. But this tool I don't have. Yeah. I need this. Has helped me. Good help. Yeah. Have a nice trip. Have a good day. Thank you. Thank you, man. Bye bye. おー、騒動だぜ。これは本当に助けてもらわなかったら大変なことになるぞ。アナ、ロブジェ、こっちだ、これもプレイクで行け。アナ、これで、ロブジェ。Say hello. 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 えらい目にあってもうた。ヒンバ族の、おすすめのところにね、結構ちょっと気がめいってしまうぐらい遠かったので、トータルで言ったら4分の1ぐらいのところかなにヒンバ族の人たちがいましたので、もう思わず寄ってしまいまして、まあそこでね、それはそれでまあ良かったんですけど、そこでね、逆に言うとパンクが発覚しまして、もうトラブル続出、いろいろね、ツールがね、入っていたツールが、まあ不十分なツールしか入ってなくて、もう参りました。そこにいた、ヒンバ族のところに行った男性陣がまあみんな手伝ってくれて、そして、道行く人もね止めようとしたんですけど、ヒンバ族の誘いと思って誰も来ず、まあ僕はね立ち止まって、フランス人の夫婦を、立ち止まって、ヘルプを求めて、それから十数キロ離れたガステーションまでそのツールを、借りに行って、でそのフランス人にまた持ってきて、そこでねまたツールがちゃんとあったんですよね。タイヤを変えて、帰りもあるのでタンク車タイヤは、まあ、一応スペアにも変えたんですけど、また万が一の時のために修理しないといけないということで、次の町に寄って道行く人に聞いて、たまたま大きいタイヤ運んでるおっちゃんがいて、でその人に言ったらなんか知り合いに修理してくれる人がいるって言って、まあ、結構取られましたけど、まあ、それはもういいんですけどね。まあ今1時間半くらいかけて修理が一応、まあ、完了して向かってるところです。まあでも次パンクしたらやばいと思いますんで、もうめちゃドキドキしてます。というね、こういう道をクレバリーロードっていうらしいんですよ。クレバリーロード